上から蒸気出てきました。出てきました。すごい音ですね。蒸気が出てきました。実は世界3位という莫大な地熱資源を持つ日本、それを最大限活用しようと立ち上がったのが沼田昌司さん。全国で1000店舗以上を展開する業務スーパーの創業者です。これは必ずやり遂げなければいけない。業務スーパー流のアイデアで今日本の地熱発電が大きく変わろうとしています。熊本県小国町、山の中腹に見えてきたのは白く立ち上る蒸気。沼田さんが手掛ける地熱発電所がついに完成し、試運転の日を迎えました。今日から初めてタービンの方に蒸気を入れて、タービンを回す、初日ですね。一番重要な日になります。沼田さんは2016年に新会社を設立。およそ120億円の資材を投じて地熱開発に邁進してきました。うわ、すごいな。これはここからすごい勢いで蒸気が上がってます。地下660メーターから微分といいまして、微分の力で上がってきてます。お、地熱発電は地下深くから熱水と蒸気を取り出して分離、その蒸気の勢いでタービンを回して発電します。天候に左右されない安定したクリーンエネルギーです。この辺もパイプが非常に複雑に巡っています。ここはすごく大きいパイプがつながってるんですね。ここから蒸気ありまして、ここでタービンが回ります。はい、ここでタービンを回す。はい、はい、失礼します。こちらの建屋には地熱発電所の心臓部といえるタービンと発電機が設置されています。あの配管の中を蒸気が通って、この中に入っているタービンを回します。そしてこのタービンはシャフトでこちらの発電機とつながっています。ここで発電が行われます。試運転が成功すれば、このシャフトが高速で回転するといいます。はい、では拝礼します。拝礼。安全祈願の後、試運転を行うために監視棟へ。業務スーパーを成功させた経営者にも緊張の様子がうかがえます。これが回転ですね。これが発電機、はい、1分間に1800回転まで行けばタービンが無事に起動したということになるそうです。ただいまよりタービンの試運転を行います。5、4、3、2、1、スタート。あ、開いたかな。開きましたね。ここ動きましたね。回転速度がどんどん上がって、今タービンが正常に回ったようですね。タービンと発電機をつなぐシャフトも徐々に速度を増し、最終的にはうなりを上げて高速で回り始めました。1770超えています。はい、1780超えました。これでだいたい目標値に行った。あ、そうです。はい、はい、おめでとうございます。地熱発電所1号機は来月1日から本格稼働し、一般家庭およそ8000世帯分の電力が生み出されます。今日本の地熱開発でハードルとなっているのが、通常10年以上と言われる長い開発期間と莫大な費用です。
沼田さんはその壁を業務スーパー流の画期的なやり方で乗り越えようとしています。このアジフライも白身フライもうずら卵も全て自社開発商品になっております。業務スーパーは国内に25カ所の工場を持ち、自分たちで商品を製造してコストを削減、さらに売り場の冷凍ケースまで自分たちで設計、工場から出荷された商品が一箱そのまま入り、何度も補充しなくて済むよう工夫しています。無駄、ロス、非効率をカットすると。地熱も全く一緒ですね。今機械も全て作らさせていただいて、それが自社開発した走る掘削機です。こちらがですね、沼田さんたちが独自に設計した自走式の掘削機です。ご覧のようにキャタピラーがついていまして、どんな細い道でも自由に上がっていくことができます。大型車が入れない山奥でも道の整備をすることなく、いち早く現場へ。巨大な櫓を組まずに自らアームを上げて掘削することが可能で、調査費用をおよそ5分の1に減らせたといいます。地熱を掘削するんですけども、外れる場合の方が多いんですね。それに全部林道を修復しますと、非常に費用も期間もかかる。ないものは自社開発、この考え方は業務スーパーにも地熱開発にも絶対必要だと思います。沼田さんは自走式の掘削機で1号機よりも山の上に新たな熱源を発見。ここでの2号機の建設では、さらに無駄、ロス、非効率をカットする新たな手法を取り入れるといいます。こっちが1号機で、これが2号機ってこと？2号機です。全く同じ規模の同じものを第二発電所でも置いてます。地熱発電もパッケージ化でかなり安く早くできます。沼田さんの秘策は地熱開発のパッケージ化。一般的な地熱発電所は熱源の規模に合わせてサイズを変える、いわばオーダーメイドです。一方、沼田さんは熱源の規模にかかわらず、同じ設計のタービンや発電機、冷却塔で同じサイズの発電所を建てようとしています。大きな熱源の場合にはこのパッケージをいくつも建てることで対応するといいます。設計料としましては、最初1号機が2億5000万ですけど、今回に対しては設計料はいりません。設計期間が2年半近くかかってますので、この発電所はだいたい1ヶ月ぐらいで済むと思います。沼田さんのさらなる秘策は地熱開発のフランチャイズ化。来月オープンする業務スーパーの店舗になります。全国に1051店舗ある業務スーパー、実は別にオーナーがいるフランチャイズ店が1047店舗と大半で、急拡大の原動力はフランチャイズ方式の活用にあります。ドラッグストアさんがたまたま閉店されて、これはもう業務スーパーに絶好の場所だなと思って、本当に大きい感謝してます。こちらこそ感謝です。地熱開発のフランチャイズ化は、地下部分の掘削リスクを沼田さんらが負い、地上部分の巨額の建設費用を別の企業と折半するというもの。実際に2号機はこのフランチャイズ方式で進める予定です。これ募集しましたのは2週間だけなんですけど、上場企業だけで十数社が来られています。
リスク分散しながら全国展開も可能かなと。業務スーパー流で挑む地熱改革、すでに全国30カ所以上で掘削の許可を得ているといいます。数十年、数百年後のことを考えて、この資源の開発はすべきと考えています。この1号機を成功させることによって社会的な協力も得やすくなりますし、地熱発電が進む第一歩にも日本にもなったと思います。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。